青木和重、豪傑を討ち取った男。権力者の脅しには逆らえず。皆さんこんにちは。今回の歴史の細道は青木和重について紹介していきたいと思います。青木和重は多くの武将のもとを渡り歩き、その武勇をもって名を挙げた武将です。当時屈指の豪傑を討ち取り、一躍有名となった彼は豊臣秀吉の親衛隊にまで出世しました。しかし大阪の陣で徳川家康からかけられた言葉、彼を戦慄させるものだったのです。一体彼は何と言われたのでしょうか。青木和重の生涯について詳しくご紹介したいと思います。美濃の豪族短刀青木氏に生まれる。青木和重は天文20年1551年美濃の豪族青木重直の長男として生まれました。父重直は時頼明、斎藤道三、そして義辰に仕えています。一説には織田信長の上洛時に刺客となった者たちの中の一人だったとも言われていますよ。和重の生まれた青木氏は短刀青木氏と呼ばれる流れを組む一族です。武蔵を中心に勢力を張った武士団武蔵七刀の一つで、秩父や飯能付近を領地としていたと言われています。なぜ短刀というのかというと、平安時代に関東に下校した田地比氏の子孫であるため、その一字を取って短刀というのだそうです。父重直は時氏や美濃斎藤氏に仕えていましたが、和重は父とは道を別にし、今川氏真に仕えるようになりました。一方父重直は斎藤辰興についていったかどうかは不明ですが、美濃斎藤氏が戦国大名として滅亡すると三輪長秀に仕えています。落ち目の今川氏で活躍するが、それにしてもなぜ和重はよりによって今川氏真に仕えたのでしょうか。戦国好きの方たちならご存知の通り、今川義元亡き後今川氏は落ち目となります。ただまだこの頃は藩とも広く、やはり衰退し始めていた美濃斎藤氏よりはまだ希望が持てたのかもしれません。そして和重はすぐに戦場に出て敵の首を取るなどして活躍を見せています。しかし今川氏の凋落は止まりませんでした。永禄11年1568年、氏真を支えていた寿桂尼が世を去ると、まもなく武田信玄と徳川家康が駿河侵攻を開始したのです。多くの今川家臣が信玄に凋落されて離反していく中、和重は今川方としてよく戦いましたが負傷してしまいます。そのまま氏真は駿河を追われ、遠江の掛川城へ逃げますが、そこも徳川勢に包囲され開城すると、今川氏は戦国大名として終焉を迎えました。和重はそのまま蟄居します。豪傑真柄高元を討ち取り名を挙げる。ただ和重の武勇をしっかりと見ていた人物がいました。今川の敵となった徳川家康です。家康はすぐさま和重を召し出し、元亀元年1570年、和重は家康の家臣となりました。そこで和重はすぐに力を発揮しました。姉川の戦いで織田信長と連合した家康の軍勢に加わった彼は、朝倉方の豪傑真柄高元を討ち取ってみせたのです。高元はかつて足利義昭の前で巨石を数十回も空中へ投げ飛ばしたという逸話を持つ怪力の持ち主。また高元の父は彼以上に豪傑として鳴らした真柄直隆ですが、やはりこの戦いで討ち取られていました。そんな高元を討ち取ったことで和重の強さは一気に知れ渡ることになりました。後日
彼は高本を倒した時のことを語ってほしいと頼まれましたが、本来なら自分が打ち取れるような相手ではなかったが、ちょうど彼が傷を負い弱っているところに出くわしたから打ち取れたのです。語るほどのことなどありませんよと答え、飾らない言い方に人々は感服したという話が伝わっています。徳川からの出奔と三輪氏ついで秀吉に仕えるまで。徳川家康はその後武田氏と対決することになり、高天神城で死闘を繰り広げます。高天神城は武田方の大軍に包囲され、なかなかご詰めが来なかったために陥落してしまいました。この時一茂の弟重常が討ち死にを遂げています。弟が実質見殺しにされたこともあったのでしょうか。天正元年1573年、一茂は突如徳川から出奔してしまいました。そして父重直を頼り、丹羽長秀に仕えるようになるのです。ここでは父子ともに山崎の戦いや賤ヶ岳の戦いに参加しました。ところが天正13年1585年、長秀が死去してしまいます。息子の丹羽長重が後を継ぎますが、豊臣秀吉の策略もあったのか、石高をどんどん減らされ、123万石もあった領地は最終的に4万石になってしまいました。こうなっては主は家臣をこれまでのように養いきれませんし、家臣としても本当についていってもいいのかと思ってしまいます。そして一茂は秀吉に仕えるようになったのでした。もしかすると人材コレクター秀吉から誘いもあったのかもしれません。木幌衆から七手組の組頭に出世。秀吉に仕えるようになった一茂は使い番という伝令役を務めた後、秀吉の木幌衆に選ばれ、九州征伐にも従軍しました。幌衆は親衛隊のようなものですから、やはり一茂の武勇が周りにも知られていたことがわかりますよね。やがて一茂は七手組の組頭の一人に昇格します。馬周りから武功の目覚ましいものを選び抜いた精鋭が七手組で、そのトップに選ばれたということはこの上ない栄誉だったわけです。そしてこの頃亡くなった父重直の医療を合わせ、石高は1万2000石に達しました。秀吉に仕えたことは大正解だったのです。彼が七手組の組頭となったのには徳川家康の推薦があったという説もあります。出奔された側の家康が推薦するというのは何か狙いがあったのでしょうか。そして実際家康は後に一茂に対して恐ろしい要求をしてくるのです。家康からの脅迫、弟を殺すよ。関ヶ原の戦いが終わり、豊臣と徳川の対立が大きくなると大阪の陣が起こります。七手組の一員ですから一茂は当然豊臣方となり、冬の陣での講和成立後、豊臣秀頼の使いとして駿府にいる家康のもとを訪れました。しかし家康はこれから上洛するからそこで話を聞こうというので、やむなく一茂はそれに従い京都へと赴きます。するとそこで京都諸子大板倉勝重から思わぬことを言われました。もしあなたが大阪に戻るというなら、家康様に仕えている弟君を殺しますよ。これは立派な脅しです。豊臣家への忠義はもちろんありますが、弟も大事。一茂は3人の弟のうち2人をすでに戦で亡くしており、残った弟義直までも失いたくはありませんでした。そのため彼は大阪へ戻ることを諦め、出家隠棲してしまったのです。徳川政権に絡め取られるも家を守りきる。こんなことがあったため一茂は夏の陣には参加しませんでした。となるとまた徳川からの布教を買いそうですが、意外にも咎めはなく減俸されることもなかったのです。脅迫したことへの引き換えなのか、
これでさらに和重を徳川方へつなぎ止めようとしたのか、和重は薄ら寒いものを感じていたのかもしれません。彼は実子がなく、妹の息子正重を養子に迎えていたのですが、彼は夏の陣で大坂方に加わり最後まで戦っていました。そして和重は正重を拝着し、弟義直の子である重兼を新たに養子として跡継ぎに据えたのです。家康に仕える義直の子であれば文句は言われないと考えたのでしょう。背筋に冷えたものを感じながらも和重はなんとか生き延び、寛永5年1628年、78年の生涯を全うしました。子孫は以後摂津浅田藩主として幕末まで続きました。まとめ1、美濃の豪族青木重直の息子として生まれるが、父とは異なり今川氏真に仕えた。2、今川氏真の下で武功を挙げるが徳川勢に追い詰められ負傷蟄居した。3、徳川家康に召し出され姉川の戦いで真柄高元を討ち取り一気に有名になった。4、徳川から出奔し三輪長秀そして豊臣秀吉に仕えた。5、秀吉の下で木幌衆となり七手組の組頭にまで出世した。6、徳川方から大阪に戻れば弟を殺すと脅迫されたため出家隠棲した。7、徳川氏に遠慮しながらもなんとか生き延びて天寿を全うした。自らの武勇により見事秀吉の七手組の組頭となった青木和重ですが、家康からの圧力を跳ねつけることはできませんでした。とはいえ彼の命に危険が及ぶことがなかったということは、出奔されたとしても家康の方でも彼が得難い人材だったということだと思います。豊臣家と運命を共にすることはできませんでしたが、結果的に彼は家族と子孫を守ったということですね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。